こんばんばはメッセージありがとうごござざいいまますすので今回も若田さんからのバクチャンですね。バクチャンさんからのメッセージに返信させていただきます。えー、っとまあまずね、定年退職についてなんですけども、私の定年退職っていうのは、私の概念っていうのはですね、定年退職し,かしたいときに定年退職すればいいんではないかなと思うんですよ。まあ、私はね、少なくとも50歳で労働してる姿っていうのを描かない。 人生だっっったたかななとと思思いいますすし、まあ、40過ぎてててもねやってないと思ってたんですよ実際40過ぎてもやってましたけどねだから定年退職ってのをなんか誰かが決めるものではないと思うんですよ65歳とかね70歳とかいやいやそういうことを言う人もいるけど自分は45だよとか50だよって決めてそっからはもうねあの生活費のために労働しないとかっていう考えで組み立てればいいのかなと思うんですよその前提としてですね障害必要所得ってのをみんな計算した方がいいと思うんですよね障害必要所得ですよ 私がね計算したのは30に入ってからだったんですけども、えー、2億円あと2億円あったら2億円が今目の前にあったら税引き後でもう労働しなくていいなとそっからは自分の趣味とか興味とか自己投資とかレジャーとかっていうものになってくるなと思ったんですよ最低必要金額が2億円これが30歳の時に考えた金額だったんですよ実際2億円を追いかけていってみるとだんだん見えない金額が出てきてですねまあ今はね3億5000万ぐらいになってしまったんですけどねうんでもまあ,あそういうふうな金額があ 作れればももううね、あのー、労働というよりも別の形になってくるのかなと思ったんですよで、何が言いたいかっていうと生涯にあといくら使うつもりなのかっていう計算すらせずに稼ぎに入るっていうのがちょっと順番違うのかなと思っちゃったんですけどもねうん、まあ、確かにねあの退職定年退職後も死ぬつもりもないですけどタイトルなんで定年退職ってテーマでちょっと最初お話ししてみたんですけども重要なテーマは自分で稼ぐってことなんですよね。自自分分が組織にも属さないで自分1人の 自己完結でどんな金額が稼げているかどのぐらいのお金がいつまでに稼げているかってことをやっぱり明確にする必要がありますそのためには今までの自分の人生を振り返ってみてどんなことを熱を上げてやってきたのか それかねどんなことが評価されてきたのかどんなものが一番徹底的に好きなのかってことをきちんと見ていかないといけないですよねで40代とか50代で人生振り返った時にあれ自分って一体何なんだろうなっていうのはかなりねあのこれはね反省しなければならないですし恥じなければならないなと思います特に自分の人生を自分の思いどおりに生きていこうとする人が振り返った時に何をやってきたのかわからないっていうのはこれはね青ざめるくらいやばかったなと思わないといけないと思うんですよ まあみんなこんなもんだろうみたいなこととか、いや確かに自分は何か意味のある人生を送ってきたはずだっていうふうな自己肯定をするからね、結局反省もしないし、私は繰り返し言うのは自己否定なんですよ。こんなもんじゃないと。もっと自分には力があるはずだとかね、もっともっと前に進めるはずだっていうふうに考えていくと、もっと隣にいる人を幸せに笑顔にできたはずなのに、まだ力抜いてんじゃないかなみたいな感じで、自分で自分のことで励ますための自己否定っていうのをね、やっていっていただければと思いますよね。で、そしてですね、まあ例のやつの話も出たんですけども、はっきり言ってね、投資って儲からない ああ皆さんね投資は儲かるみたいなイメージ持ってると思いますけども天才のウォーレン・バフェットでも年利平均20%なんですよ、うん、世界で一番の人が年利20%なんですよねこれ。 そういうのを考えても、瞬間的に年利100%みたいなのありますけども、それ瞬間的なんですよ。で、それにね、ほとんどの方依存しちゃいます。例のやつも依存してるんですよ、みんなね。だからそこは違うと。私が最初から言ってるのは、依存しましょうじゃなくて、例のやつで楽をしてるうちに、人脈を作って、自分で稼ぐ力を作りましょうってことをね、強く言ってるんですよ。だから例のやつはね、2年か3年したら切り離すぐらいのつもりでやらないといけないかなと思います。はい。そうするとですね、あの、老売することもないですし、腹をく,くってできるのかなと思います。さあ、それではね、何で稼げばいいのかなっていうのは、 まあ、FX もあるんですけども YouTube ってのがねやっぱりね最近皆さんの周りにも出てきてると思います確かに YouTube は稼げますはっきり言ってね今ね小学生とか中学生が将来になりたい職業 YouTuber って言うでしょその小学生や中学生が20歳とか30歳になった時は YouTube の市場は我々が占めていても入れません ですんで、ユーチューバーになろうなんて夢を持たない、持たせないようにし,なほした方がいいですし、持ってるとしたら、それはね、もう絶望的なもんだよっていうふうに伝えていかないといけないですよね。これ多くの人がこういうこと言わないと思うんですよ。やっぱりね、ユーチューバーになろうとするのは励ましたよとか、その気になったりすると思うんですけども、ユーチューバーなんて職業も残ってないですからね。これから5年後とか10年後に。それは今やってる人とか、今がそ,れそこそこの地位を占めてる人が、もうね、ユーチューブの市場取っちゃいますよ。だって人間って24時間生きてきてね、ユーチューブを見れる時間って毎日、 長くても3時間ぐらいでしょ。ね、しと,と,ということはですね今 YouTube を見てるだけの人もその3時間見てる人も今度はね3時間 YouTube を作る方に回ってきちゃったら今度視聴者は減るんですよね。 特に日本っていうのは人口減ってるのは皆さんご存知だと思うんですけどもそうなるとですね日本語で喋ってる YouTuber さんは全滅ですこういうことを考えながらやってるかどうかっていうところで YouTube への向き合い方とかチンタラやってもダメですよってことがねだんだん分かってくると思いますまあ、具体的な数字言うと YouTube で何かしようと思う人がね YouTube のアカウント作りました動画を3日に1度ぐらい撮りましたっていうのは全然ダメで1日に10投稿とか30投稿しないとそのいや走らないと分かんないですよ やっぱり1000本とか2000本撮んないと YouTube で動画をアップロードすることがどういうことなのかとかねどういうふうなキャッシュポイントがそこに存在するのかとかどんな動画は自分に対して視聴者さんを呼び込めないのかとかどんなものだったら多くのね再生数がまあ,まあ稼げるのかってことがやっぱりわかるのがもうね数千本撮ってからですからやっぱりねうーん 1>, 1ヶ月で300本とかね、ミスターヤ弓さん言ってますけども、それでも本当少ないぐらいなんですよ。1ヶ月300本なんて、もうざらに言いますから、そのぐらいで。そのぐらいやっても挫折する人がいる中で、1ヶ月300本取れないってことは、もうね、その素養がないというかね、もしかしたらやる気のないのかもしれませんよね。で、極端なのし、1分の動画をね、300本でもいいわけなんですよ。 1>, あの1分間スピーチってあると思いますけども、1分間の動画を300本って1ヶ月にアップロードできると思うんですけどね。<laughs> やっぱ私もね、1ヶ月に1000本ぐらいはあげれますんで、ね、まあ今はすごく時間が空いてますからあれですけども、1日に60本のアップロードした日もあるんですよ。 でその時は1日に60本アップロードしたらさすがにスパムで YouTube に否定されるかと思ったんですよリジェクットされると思ったんですけどもできたんですよねだからね今度は1日に100本の動画アップロードやってみて YouTube にスパム認定されないかどうかって試してみようかなみたいなね興味も出てきましたけどねまあいろいろと厳しいこと言いましたけどもさらに厳しいこと言いますねあの情報発信しているくせにネタがない人って人の役に立てないんですよこれは厳しいこと言いますけども、あのー、スポーツ選手になる時に走るのが苦手とか懸垂が苦手だったら話に なんないみたいに YouTube で何かをやろうと思って志してる人が最初からねネタがないですって言うとこれはねもう見込みがないっていうふうに自分に対して考えた方がよくって相当厳しい戦いを強いられると思うんですよ。まあ、ですのであのー、私がお話してるのはね、うん、厳しいことばっかり言いましたけどもまずは YouTube でアップロードするのが日韓にならないとめメです最低。 うんで日課になった一日になんか気が付いたら10本ぐらい上げていたみたいなね20本とか50本とか上げてみたみたいなスタライフスタイルになっていかないとあのただでさえ我々はあの100発100中でで動画作れないんですよやる動画のほとんどが外れるんですよ。ね、でたまに当たるのができるんですよね。 ってことは、本本本のうちちににもも当当たたららなななないいい人が10本しか作らなければ何も当たらないってことになっちゃいますやっぱりね、10本中1本当てられない人だったら、100本中1本当てれるようにならないといけないですし、で、1000本中1本ぐらい当てないといけないですよね。となると、1000個作って1個当たるみたいな感じだったら、1万個作っても10個しか当たらないんですよ。じゃあ、その YouTube、自分が作った YouTube の動画、コンテンツが自分をね、支えてくれるか。 食べさせててくれれるるかっいいうううと、ととと相当厳しいなというところが考えられると思うんですよ、うん、そういう風にね、えー、今回はね結構厳しいことばっかり言いましたけどもこの厳しさっていうのがね厳しいのかどうか分かんないですけどこれが現実なんでこれが厳しかったらもう本当に、えー、冷や汗かいた方がよくってあのー、まあ何か厳しい指摘になりましたけどね、あのー、私,私はね YouTube って誰でもできると思うんですよ YouTube は誰でもできます YouTube で、えー、生活していくことは誰でもできません <laughs> うん、誰でもが草野球の選手にはなれますけどもプロ野球の選手は誰でもなれないんですよねうん誰もがあ法華学院に行って弁護士の資格は取れるんですよ誰もがでも弁護士で食っていけるかどうかはまた別の世界なんですよねお医者さんもそうです学校の先生もそうです途中で退職するんですから皆さんああだめだもうこれはっつうてギブアップしてやめちゃうんですようーんでやっぱね私たちはねうーん 自分に対してもうちょっとムチを入れた方がいいのかなと思っでまあまあいろいろ言いましたけどもこういう風なねやり取りをするワントゥワンって言うんですけども一人が一人に対して動画を送る一人が一人に対して返信をするこのキャッチボールを成り立たせることでかなりねあの脳が鍛えられますしあの正解に向かっていくんですよ。だからミスター真弓さんがすごくねあのモチベーション上げていけるのはあの自分が作った動画に必ず私が返す。 必ず私が返すから、じゃあ、どんなことも答えてもらおうっていうか形でネタをね、むちゃくちゃ拾えるんですよ。で、最近はあのー、エビナのね、リッちゃんとかね、えー、アベリエさんとかが私に対して、N 国とを中心に動画放送してますけども、私はすぐ返すわけなんですよ。まあ、ですから、こんなこと聞いたらどんな答えが返ってくるかって、ワクワクしてね、動画を送ってるはずなんですよ。こういうふうに受け取る人が、 1 0 0確実にいると1人だけど絶対に受け取る人が1人がいるよっていう動画を毎回毎回意識していくとその1人の方そのやり取りに興味がある人とかそのやり取りに気持ちが近い,近い方が、ね、ファンになっていくんですよね、まあ、こういったメガニズムもありますのでえぜひねペルソナっていうんですけども自分が動画をお届けしてる方は誰なのかってことをいつもいつも意識して、えーね、男なのか女なのか 年齢はいくつなのか家族構成はどんなのかどんな趣味があるのか怒りっぽいのか短期なのかってことを想像しながらその人に受け取ってもらえるような動画をねずっと作っていくといいかなと思いますこれねペルソナって言うんですけどもねペルソナを意識して喋ってみると動画ってのは本当にねシャープになってくると思います、えー、もちろんねあの今回、えー、バクちゃんさんあのク、ー、田さんがね 作った動画、あのとても良かったですよとても良かったですけども意識としてちょっとね数が今のところ全然届いてないんで、えー、やっぱりね600本とか1000本とかはまだまだ数じゃないんでその来年の3月までみたいなこと言わずにもう今月中にやってしまうぐらいの <laughs> スペースじゃないとそれでも成功するかどうかわからないところがねこれ厳しさなんですけどねえー、まあいろいろと考えることとかお忙しいところあると思いますけどもくじけずにいっぱい動画作ってみてください私もですね 100人の方が私に対してワントゥワンの動画を送ってきても即レスポンスで返しますそのぐらいの自信はありますえー、まあね任せてくださいえこれからも YouTube に限らずいろいろと頑張っていきましょうね頑張っていきましょうね絶対に自分の人生掴んでいきましょうはいよろしくお願いしますそれではまた動画待ってます